チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。プロ野球解説者の磯部晃一です。今回の動画もですね、私の古巣楽天、特にパリーグを中心にお話ししていきたいなというふうに思うんですけども、前回はですね、最後に次は首位のオリックスと、3連戦なんで3立ていってほしいねという話をしたと思うんですけども、まあ、なんとなく今週うまくいったかなという感じでしたね。早速ね、1週間分、オリックス3試合、それから土日の仙台の西武2試合かな、をお話していきたいなというふうに思います。一発目はですね、イーグルスが則本投手、オリックス本田投手かな。まあ頭をね、絶対取らなきゃいけないような状況だったんで、ノリにはね、頑張ってほしいなと思ってたんですけど、うまいことやってくれましたね。イーグルスがですね、岡島選手のタイムリーで先制するんですけども、則本投手がオリックスにその裏、すぐに捕まって逆転と。で、3回にですね、絶好調、主砲、浅村選手のホームランが出て、同点。でこのあとね、お互い、まあ、ノリはね、8回までしっかり投げきるんですけども、オリックスはね、中継ぎとか、うまく継投でね、ゼロでいって、9回ですね、すごいドラマが待ってましたね、これ、代打ね、ディクソン選手かな、ディクソン選手が、オリックスのクローザー、まあ、後ろで投げてるね、平野投手から、なんと、勝ち越しの特大ホームランですね。これを放って勝ち越すんですね。まあこの後もですね、まあうまく打線がつながって、なんと9回に一挙5点という、ビッグイニングを作ってくれてね、ノリの勝ちもつけてくれましたし、チームとしてもね、首位オリックスの3連戦の頭、上手に取れたんじゃないかなという試合でした。まあね、本当にノリが頑張って、で中軸が打ってというような感じでね、で最後は、まあ、代打のディクソン選手のホームランでしたけども、素晴らしい試合だったと思いますね、この試合も。ちょうどね、この試合でゲーム差もね、一つ縮めたという感じですね。この日はね、なんつったらいいかな、まあ、前の日のね、9回の劇的な勝利、そしてこの7月7日、七夕の日に何かが起こっちゃったんですね、これね。見てるお客さん、それから、ファンの皆様はね、楽天ファンの皆さんは、相当嬉しかったと思いますね、これはね。イーグルスが田中将大投手、それからオリックスはね、田島投手、好投手同士の、投げ合いだったんですけども、まあ、前半、中盤ね、5回ぐらいまで、ゼロ更新でいって、田中投手にね、何度か勝ちをつけてほしいなというふうな感じで見てたんですけども、6回にね、オリックスの吉田選手に、タイムリーを打たれ、その後にジョーンズ選手にもね、タイムリーなどで、一挙3点を奪われて、前の日のね、勝ちが良かったんで、いい感じでいけるんじゃないかなと思って見てたんですけども、まあ、7回、8回でもね、1点ずつ取られて、まあ、イーグルスがね、8回に銀次選手のタイムリーで1点返して、9回ね、5対1か、非常に苦しい展開であったんですけども、まあ、前の日にね、平野投手やっつけて、この日はね、張選手にピッチャー変えて、9回ね、オリックスも逃げ切ろうとするんですけども。小深田選手ヒット、ツーアウトから鈴木大地選手ヒット、浅村選手タイムリー、5対2この後ですね、すごいことが起きるんですね。まあ3番にね、攻撃入った島内選手、ツーアウト1、2塁からなんと同点のスリーラン、起死回生のスリーランを放ってくれるんですね。いや今年はね、4番で途中から前4番、この試合はね、3番に入りましたけど、島津選手、
うまく活躍してくれてますね。この島内選手のホームランで同点で、その後ねピッチャーが牛原投手にね、変わるんですけども、この変わりっぱな4番に入った岡島武郎選手、決勝ホームラン初球をね打って勝ち越しということでね、9回になんと逆転して、終わってみれば6対5連勝ということになりました。まあ、田中投手もね6回投げて3失点、まあ、十分なねスターターとしての役割は果たしてくれましたし、またも9回に主軸がねやってくれましたね。2連勝。いやー素晴らしい試合でしたね。オリックスとの3連戦の3戦目、まあ、2連勝してるんでね、いい形で行ってくれるんじゃないかなっていう感じでは見てたんですけども、イーグルスが岸投手、それからオリックスが山崎投手かな、の2人の投げ合い、オリックスがね5回に先制するんですけども、すぐね6回に浅村選手が特大のホームランをセンターバックスクリーン横に打ち込むんですね。でこの後もねチャンスあったんですけども、6回にこれね一挙に勝ち越せず、で展開的にはねもう本当にこの試合はお互いのね、まあ、ピッチャーが頑張ったような感じでね6回終わって1-1で、その後はまあお互いの投手陣使って逃げ切って、まあ、結果ね引き上げということでした。まあね一番大事な試合ね3連勝したかったんですけども、2勝1分けということで首位にね2つ勝ち越して、なんとかねいい形で下水も戦ってくれて、で仙台に戻って西武との2連戦、頑張ってほしいなというふうに見てました。1日空いたんで土日の試合ですね、イーグルスがですね、涌井投手、西武が今井投手のこの2人の投げ合いですね。今井投手もね防御率もいいですし、ここまで頑張ってるピッチャーですね。まあねこの試合後のね石井監督のコメントでもありましたけども、ちょっと涌井投手がねピリッとしなかったような感じですよね。西武にですね2回に4点3回にね2点取られて6対0ということでのスタートになったんで、やはりねちょっと厳しい感じでしたね。まあ3回にね打点を島内選手のタイムリーでね1点取って、8回にもね田中捕手が、ホームラン2点、まあね終わってみればねこの2点だけで結果ね2回3回の失点が響いて、結果まあ連勝引き分け挟んで連勝してたんですけど、初戦をね6対2で落としてしまって、西武との2年生の頭をね残念な形で落とすというようなスタートになっちゃいました。まあねさすがに打線もね涌井投手が投げるしね、粘って前半行ってくれたらね打つ主軸が調子いいんでねやってくれると、まあ、僕も思ってたし野手の方も思ってたと思うんですけども、涌井投手がねピリッとせず、まあ、打線もねちょっと点差離れたような状況のスタートだったんで、まあ、うまく噛み合わず6対2で敗戦という形になりましたね。まあね前半戦試合数がもう少ないんでね、日曜日の試合をねなんとか頑張ってくれというふうな気持ちで見てたんですけども、日曜日は日曜日はですね、イーグルスが滝中投手、西武がニール投手と、この2人のね、投げ合いで始まりました。イーグルスがですね、まあ、本当に浅村選手がスリーベースで出たね山崎選手を置いてワンアウト三塁からタイムリーで先制で、西武にね3回に犠牲フライ、それから5回に
山川選手にツーランを打たれて3対1っていう形でね、5回まで終わって、前の日の負けが痛いのかな、ちょっと流れ引いてるのかなっていう感じで見てたんですけども、6回にね岡島選手のタイムリーが出て同点で、7回にですねチャンスを作って鈴木大地選手、大地のね勝ち越しスリーランがねライトにポールギリギリのところにね飛んでいって、これで6対3で勝ち越しで、9回にもねジャイアンツからついこの間移籍してきたね住谷捕手、銀次郎選手にもね楽天イーグルス移籍を初のホームランが生まれましたね。まあ古巣西武相手ということですけども、レフトにねスリーランホームランを放ってくれて、これでね、終わってみれば9対3で勝ちということで、なんとかね前の試合変な形でね落としちゃいましたけど、日曜日は9対3でスカッと勝ってくれて、まあ、この1週間ね、オリックスに2勝1分けそれから西武に1勝1敗ということで、3勝1敗1分けかな、うまく1週間うまく1週間大丈夫か、落ちた1週間過ごせたなという感じでしたね。転がっちゃダメだろうが、まだ早いぞ。今週終わってね、日程的には、まあ、オリンピック、それからオールスター期間入るんで、次のソフトバンク戦かな、3連戦が前半戦最後になりますかね。今週ね、こういう形で勝ってくれたんで、最後のソフトバンク戦、きっちり勝ち越してもらって、オールスターブレイク、それからオリンピックブレイクかな、に入っていってほしいなと。いうふうに思います。あとまあそのオールスター終わって1ヶ月ぐらいねその空いちゃうんで、セリーグのチームとのエキビジョンマッチが入る予定ですね。お客さんも普通に入れて、球団の方も運営するみたいなんですけども、まあね、まずは、しっかり最後の前半戦の最後ソフトバンク戦で勝ち越してもらって、それからしっかりね一月調整して、後半戦に入るというような流れでね、行ってほしいなというふうに思いますね。まあチーム的にはね、まあ、今回の順位はねおさらいしないんですけども、まあ、オリックスがね一番上にいて追いかけていくような状況なんですけども、しっかりチームとしてちょっと、まあ、ピッチャーの方がね先発ピッチャー、まあ、十分頑張ってくれてるんですけども、やはりしっかり勝ち抜こうと思えばね投手力守備力というのが重要になってくると思うので、そこをしっかりね1ヶ月で調整してもらうことが大事ですよね。あとは打つ方はね岡島選手が規定打席到達して首位打者争いしたり、島内選手が打点王争いトップ立ったりという感じでしっかり機能してくれてるんでね、しっかりね球を入れて気分を切り替えて、まだ早いか、その前に、最後の3連戦ソフトバンク戦頑張ってほしいなというふうに思います。はい、今回もね私の古巣イーグルスを中心に、お話ししましたけども、高評価いただけるならばいいねよろしくお願いします。あとは引き続きチャンネル登録もよろしくお願いいたします。今回はこの辺で失礼します。プロ野球解説者磯貝浩司でした。バイバーイ。落ちちゃダメだろうが、しっかり座っとかないと。3連戦頑張るぞ。